ということで今回のライブ配信終わりなんですけど、実は今回の新曲はあるきっかけがありまして、終わった後 SNS に載せるのでぜひチェックしてもらえたら嬉しいです。これは私の曲の Maybe I という曲です。ぜひ見てみてください。ちなみにこの後のドロップが一曲の